花園近鉄ライナーズ対トヨタベルブリッツの一戦をお伝えしてまいります。ベルブリッツはボールキープです。ライナー陣内です。ドタテ抜けるドロキックでさあフィフタボールが入ってどうだ抑えたがトライ。しっかりヒットしてボールは伸びていって決まりました。残り5メートルデュトイ押し込んでいく。さあここはアドバンテージセルホゼ。ここは反則がありました。ライナーズチャンスです。彦坂低いタックル止めるライナーズ。ここからチェロンヤ。ここでどうしますか。真ん中割っていけるか飛び込んだ。最後はローレンス持っていきました。前節のこのゲリアのキックは上手でしたね。劣勢の中に、あっとボールこぼれて、さあ木村、さらにはパスがフロー取って、どうだ抑えたか、トライだ。木村が持っていきました。さあそしてスミスがさっきねなんか、こう尾底骨だとか抑えてましたよね、はいはい、さあキッカーはクエイド・クーパー。ボール伸びて慎重に決めてきました。2点追加14対7。そしてここで福田健太が入ってきます。今日もこう高さでちょっと苦しんでますよねライナーズ。デュトイにボール合わせて、ここもしっかりとボールキープ。彦坂義勝一つこうボールで押し込めています。先ほどこのモールで反則も誘いましたベルブリッツ。まだ動いています。さあここまで持ってきた。残り 10m。 さあボールを渡していきながらボールをここで使ってくるのか福田。福田はどうしますか。ユーズですね。さあここで狭いサイドを持っていってパスが通って古川が抑えるトライ。今福田健太、はい、判断の正しさ、はい、そこまで予測できたんですけど、その後スキルを発揮しましたね。ティアン・ファルコンです。この人のキックも正確です。向こう側タッチから5メートルボール伸びていって決まりました。さあクーパー、パスを出して吉本がボールをもらっています。ゲニアボールを出そうというところプレオンです。さあここでファイトするフィフタも絡んでいきますが、さあボール取ったトヨタ。ベルビッツボール取って、これはマークです。野口がボール取っています。水平より高く、これが一番わかると思います。間違いないですね、はい、背中から落ちてますね、はい、はい、次の打席がここはイエローカード。ここはピッチを出ます、ブルブツを少し押していきますが、あーここでペナルティ。セラですね、早いボール。サイゴル抑えるカードがトライ打っていきました、サイガウト。押しきるボール取って、先ほどは引き倒したんですよ。さあここでも押していく彦坂義勝ボールキープ。さあゴールが迫ってくる。インゴール抑えたがトライ。彦坂が持っていきました。ライナーズマイボール。ゲニアがボールを入れて早めにボールを出してゲームを切ってきます。手前のタッチ。ここでハーフタイムを迎えます。拾い上げて縦福田ボールさばく。ファルコン後ろを通してパスは通る。ここ少し乱れた。これどうだ
これでどうですか、これで行くところにボールにね、そうですね、はい、当たってしまったという感じが見えますが、現象は分かっているのに意図があるか、そういうことですね、簡単に言うとわざとかどうかと、はい、いうことですね、はい、そのナチュラルなラッピングじゃないのでデリバレットノックは間違いないと思います。最終的にタックルにはいってるけど、最終的に最初はまず手がいってるのでラインブレイクの可能性あります。でペナルティトライはないですけどイエローカードです、はい、イエローカード。木村がここはピッチを去ります。どうぞ。さあ曲がりをボール入れて、おっとさあここはしっかりブラックエルボール取って、さあデトイの腕デトイの腕伸びてきます、うん、まだ割っていこうというデトイ。さあ曲がりをボール持って押し込んでいく、押し返すのはベルブリッツ、ここ粘れるか、さあ絡んでますがどうか、さあボールは地面につく前にアンプレアブル、ライナーズマイボール。ゲニアがボール入れて、セルフォジアボール出して8球できた。お、さあゲニア持っていく、さあクーパー2人来ました、ね、ここで2人で、ね、ここで持ってきました。さあこれプレオンで、ここでもキック、転がって転がって、さあここはアウト、今首がかかった、ここは最後少しタックルが高く入って、ジャスト PK だと、はい、okay、最初勝ったです、 OK です、はい、これね、はい、今なんかやっぱりこう、OK、同情するわけじゃないですけど、はい、あれだけ激しく、いや、そうで、2度急遽の判断をして、はい、あそこに蹴り込んで、はい、追って、はい、もう本能のレベルですね、そうですね、そうですね、ライナーズからすれば早く1本欲しい。さあここはしっかり組んで、ここ倒れない、パスは通った、戻った木村、さあ木村ここ抜けていけるか、高橋かわして内側、ここまで持ってきた、いやよく知った今、あただここで絡まれたか、フィフタ、これ服だ。さあここで早いリスタート、正しい判断。さあ武藤のキックをここは払って、高橋がボールを取る、もう前には誰もいない、うん、インゴール、ここでグラウンディングトライ、うん、高橋太一、後半最初のスコアベルブリッツ。さあここはボールしっかり合わせました、柴田に合わせて、さあ真ん中膨らむ、抜けていく、中央に持ってトライ、福田健太がいます。今のは用意したプレーですね、準備したプレー、はい、野中はそうですね、そうですね、さあトコがボール持っています、福田、そして西村、西村がしっかりボール見せる、陣目を攻めて、さあフィフィタ絡まれながらも前に出る、ここまで持ってきた、ここからさあどうか、抑えた三浦トライ、三浦翔吾トライ、これがなんとかボールキープです。さあホームランターライナーズボールキープ、フトラッパーズを出してマカリオ、クーパーが相手の裏、あどうだ、ここでノーラ、もう一度足にかけることはできるか、ただここで手丸タッチ蹴出して、ここでゲームを切る、ノーサイド、47対14、ベルブリッツがライナーズを下しています。フィフィタです。まあ、前半開始早々の前もありました、まあ、かつてのホームグラウンドでね、見事なプレーがありました、まあ、フィニッシュできる、はい、その強み、